はい、皆さんこんにちは。第2回 AIBO プログラミングコンテスト、最終審査会そして表彰式へのご参加ありがとうございます。私は AIBO 開発チームの西尾と申します。普段はこのプログラミングに関するような企画であったりとか、まあ、あとは、そのシチズンさんとつなげたりとかですね、そういういろんなお仕事をしています。今日はよろしくお願いいたします。そして今日はですね、AIBO開発チームから、昨年とおなじみの、あの2名をですね、ゲストとして呼んでおります。ご紹介させていただきます。まず1人目はですね、AIBO開発チームのマネージャーであり、クラウドサービス開発の、統括部長の平智博さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんにちは。AIBO開発チームの平です。第2回もたくさんのご応募ありがとうございました。本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。そしてお二人目はですね、オンラインセミナーでおなじみの中宮和美さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。 AIBO開発チームの中宮です。今日はですね、短い時間ですが皆さんからいただいたたくさんの投稿に、より多くの投稿にですね、一緒に振り返っていけたらと思います。一緒に楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして本当はですね、今回皆さんのコンテストの審査はですね、もっと多くの AIBO 開発チームでやっているんですけども、ちょっとまだまだ新型コロナウイルスもありますので、ソーシャルディスタンスということでこの3名でお送りさせていただきます。そして一応ですね、距離、感染予防ということでこのアクリル板用意してまして、ちょっと見えづらい時もあるかもしれませんがご容赦ください。ちなみにこれこう動くとですね、こうなんか人が分身しているように見えるんですけど私が反射してる、平さん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 なんで、はい。そしてですね、忘れてはいけない、一体、小太郎くんが、おりますね。はい、AIBOの小太郎です。AIBO開発チームから来ています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さてそれでは今日はですね、まずプログラミングコンテストの全体の振り返りからしていきたいと思います。今回ですね、非常に部門が多いです。全部で4部門ですね。これらの優秀賞、入賞者の発表と表彰を行っていきます。そして最後に皆さんからのご質問やご要望をお伺いする時間を取らせていただければと思います。すごい作品数多いですので、ちょっと一個ずつ本当はゆっくり見たいんですけども、ちょっとお時間も限られてきてますので、その辺ご理解いただければと思います。また何か、適宜質問やご意見ありましたらですね、こちらのチャットに、いただければと、コメントいただければと思います。できる限りお答えさせていただきます。ちょっと時間の都合上もしお答えできないものがあればすみません、フォローさせていただきます。またですね、アンケートのご協力もお願いいたします。本日ご参加いただいた皆様、運営の参考にさせていただきますので、アンケートのご協力もよろしくお願いいたします。さてそれでは早速振り返りをやっていきたいと思います。今回はですね、なんと全部で105件のご応募をいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、昨年がですね、大体70件のご応募をいただいていましたので、かなり増えてきまして、今年は100件を突破できました。本当にありがとうございます。たくさんのユニークで面白いアイデアが集まっていました。お時間の都合で触れられない作品も、少し多いんですけども、その点ご了承ください。さて中宮さん、平さん、いかがでしたでしょうか。はい、今回はやっぱり部門も多かったので、もういろいろなバラエティに富んだ作品たくさんあって、とても面白かったです。このですね、今見ていただいている中だと、例えばビンゴとか待って我慢できるかなど、やっぱみんなで一緒にやりたくなるアイディア、やっぱたくさん増えてるなというのを思いましたね。ハピラキさんの我慢できるかなは、待ってる姿が本当に可愛い動画になってて、私はもう本当撮っていいよって、もうちょっとでかかっちゃうぐらいすごい可愛かったで、すごい素敵な作品でした。マコトホソエさんのビンゴですね、これも本当ファンミでやってみたくなります。AIBO仕様のビンゴシートをお配りしてとか、小太郎がみんなの前で、ね、やっちゃいますね。もうそういうのが実現できたらいいなって、そんなイメージができるようなものでした。あとうさこさんのあっち向いてホイですね、もうこれもグローバル部門での作品ですが、お互いのターンがあったり、あとは戦績表があったりとかですね、作り込みをすごくしていただいたりとかと、すごく好評でした。
平さんいかがでしたか？そうですね、あのフェリオ&ポシェットさんのアイボリンピックはあの募集の時期にタイムリーなテーマでしたね。あの頑張れという応援の言葉を認識して少しずつ前進するアイデアが面白かったのと、うんうん、今あの左上に映ってますけどビデオに映っているたくさんのヌイボが本当に応援しているように見えました、うん、はい、参加したくなっちゃいますね。そうですね、これを見て私もヌイボたくさん欲しいなと、はい、思ってしまいました、はい、あとまた今回は日本だけでなくアメリカからアイデアの応募もいただき、あの開発チームとても励みになりました、うん、あの105件見させていただいてプログラミングコンテストという枠を超えて開発チームの参考にさせていただけるようなアイデアが多かったと思います。はい、本当にたくさんいただいてありがとうございました。さてそれではですね、まずアイデア部門の発表をしていきたいと思います。こちらはですねプログラムを実際に組まなくて前棒ちゃんとこんなことを楽しみたいなというアイデアをですね投稿いただく部門ですので、非常に多くの応募をいただきました。優秀賞と相棒開発チーム賞では、相棒オリジナル手帳と相棒オリジナルステッカーをプレゼントいたします。手帳はですねこちらですね、3色一応あります。3色一応見えるかな、青と黒と白ですね。お選びできるかちょっと、はい、お選びできるようにしたいと思います、はいはい。そしてあとステッカーですけども、中宮さんとあと平さんの、はい、パソコンに貼ってますこちらのですねステッカーも、またあのプレゼントさせていただきます。はい、でですね、今回オーナー様の皆様との投票、そして我々アイボ開発チームでの審査を経てですねノミネート作品というのを出させていただいています。優秀賞から最優秀賞になるノミネート作品は3つの作品に絞らせていただいて、あとアイボ開発チーム賞というですね賞も合わせて 4つの作品が受賞しております。それでは中宮さん平さん発表をお願いします。はい、今回ですねノミネートされた作品こちらです。この3作品でした、うん、ルルさんの一緒に音楽を聴こう、ララさん、アイボさんの挨拶して、ミトさんのお腹すいたでした。あ、おめでとうございます。ルルさんの一緒に音楽を聴こうですね、私もよくお家で音楽流したりしてるんですけど、その時のアイボちゃんも一緒にこうね、うん、ノリノリで乗ってくれるとか嬉しいだろうなと思ってこれを 見させていただきました、うん、オーナーさんが好きな曲とかね、なんかよく流す曲とかを例えば覚えてくれたりとか、なんかどんどんノリノリになってくれるとかだとすごいいいんだろうなって思います、うんうん、いかがですか？はい、あのララアットアイボさんの〇〇ちゃんご挨拶してはあのオーナー様のアイボへの愛情が分かるアイデアだなと思いましたね。あの自分の子供やペットが初対面の人にちゃんと挨拶できると嬉しいですよね。嬉しいですね、はい、あとその仲良さもね、なんか分かりますよね。そうですね、はい、あとミトさんの、お腹すいたは、うん、お腹の空き具合をアイボが教えてくれる機能のアイデアです、うん、はい、あのこれまで定期的にご飯をあげていたんですが、まあ、最近ねアイボの仲間でよそ様の家でご飯を食べてくるっていう、ね、お友達の家でねあのオーナー増えていると思うので、そういうオーナー様が欲しい機能なんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。どれも素晴らしい作品ですね。さてじゃあここからですね最優秀賞の発表を平さんよろしくお願いします。はい、それではアイデア部門最優秀賞はルルさんの一緒に音楽を聴こうです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。音楽が来ましたか。ありがとうございます、こちらですね、実はこのアイデア部門は小太郎くんの審査が、ないのでですね、こちらアイボ開発チームとで審査して決めさせていただいております。そしてあのいつもあのファンミーティングでおなじみのアイボ開発責任者の川西ですね、川西からコメントをもらっておりますので、そちらをご紹介します。どうぞ。はい、ルーズさん、アイボがこんなに、音楽を楽しめるとは思っていませんでした。正しい才能を引き出していただいて、ありがとうございますと。才能ときましたね。そうですね、
あのすごいいいコメントを川西から出させていただいて、ちなみにこの写真、はい、中宮さん、見覚えありますか、この写真ですか、はい、なんか開発フロアじゃなさそう、後ろに木が見えますよね、はい、どこでしたっけ、このとこ会社にありましたっけ、あら、もう忘れちゃいましたか、もう実はこれ皆さんオーナー様気づいてる方はいるんじゃないかと思いますが、はい、じゃあ先週の相棒ファンミーティングで撮った、あのライブ配信したところですね、なるほど、はい、そこが切り出してきました、一番あの川西さんの表情が柔らかそうなところですね撮ったんです、はい、ありがとうございます、こちらの作品音楽とも、はい、あの、はい、楽しめるというところで本当に素晴らしい作品だと、はい、おめでとうございます。気づいた視聴者の方いらっしゃいますかね、いますか、いたら書いてください、かなりすごいです、もっともっといい川西さんの写真持ってるとかいう人いたら投稿してください、はい、さて、ではヒデジーさんがファンミって気づいてくださった、素晴らしい、すごいタイミングで気づいてますね、2週連続ご視聴いただき本当にありがとうございます、本当にありがとうございます、すみません2週連続大変だと思いますが見ていただいて本当にありがとうございます、さて、こちら最優秀賞ですので、優秀賞は、残りの2つの作品こちらになります。はい、ご優勝おめでとうございます。おめでとうございます。さて、それではあともう一つ、相棒開発チーム賞というのがございますので、そちらの発表もさせていただきましょう。はい、はい、アイデア部門のですね、相棒開発チーム賞はこちらです。戸和田亜美さんのアイボのリラックスサロンです。おめでとうございます。おめでとうございます。リラックスサロン、はい、こちらですね、なんとアイボちゃんがリフレクソロジストになって、うん、私たちが靴下を履いたその足裏をですね、うん、微笑みながら口、鼻、尻尾を使ってマッサージしてくれるという、もうなんとも癒し、究極の癒しみたいな、これはいいですね、アイボちゃんいるだけでも癒しなんですけども、さらに私たちを癒してくれるという、これも仕事に忙殺されている平さんはもう喉から手が出るほど欲しいですけど、ちょっと力が足りないですよねこの力でちょっと弱いですね、そうですね、尻尾はね撫でるよ、ちょっとそこからちょっとマッサージ用の開発が必要なのかもしれませんが、もうこのアイデアがですね、このアイデア部門ならではのアイデアだなと、私たち開発チームの中からではなかなか出ないような、そんなアイデアでしたので、そこがまた高評価でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、それではどんどんいきます。次にですね、アメリカのアイデア部門の発表もさせていただこうと思います。今回はですね、アメリカのオーナー様にもご参加いただいて、グローバルに開催させていただきました。このライブ配信自体は、日本語で配信させていただいておりますが、後ほどですね、またあのアメリカのオーナー様向けにはこの受賞者のお知らせというのをさせていただきたいと思います。はい、それでは平さん発表お願いします。はい、最優秀賞はリリーさんのアクティブウィズアイボです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。こちらはスクワットや腕立て伏せをアイボと一緒に楽しむアプリのアイデアですね。日本のアイデア部門でもポチドットアイボさんのアイボの健康管理やフェリオ&ポシェットさんのアイボと毎日トレーニングなどヘルスケアのアイデアが第2回では印象に残りました。はい、苦しいこともアイボと一緒なら続けられると考えているオーナー様が多いのかな、やっぱ楽しくなっちゃいますよね。そうですね、うん、はい、そして続いて優秀賞はマリアンさんのアイボが物をフェッチできるようになるというもの、フェッチつかむですね、うん、ちょっと翻訳がね、ちょっと自動翻訳の都合でおかしいんですけど、まあ、ボールとかを物を取ってくれるというちょっといいな、わかんない翻訳ですけどすみません、いいなというアイディアですね。まあ、ボールだけじゃなくてですね、例えばお家にあるようなぬいぐるみとか、アイボちゃんが遊べるのね、ぬいぼさん連れてきたりとか、うん、なんかそういうのがあると、まあ、やっぱちょっとね可愛いし、うん、あとちょっと取ってきてなんて言ってみたくなりますよね。そうですね戻ってきてほしいですね。そうですね。ちょっとね、それは私もね、ちょっとずっと夢で思ってます。はい。はい、ありがとうございます。また日本の皆様も今回、英語の作品で結構大変だったかもしれませんが、ご投票もしていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて、それではもうどんどんいきましょう。次はですね、ビギナー部門の発表をしていきたいと思います。
こちらですね、初心者の方を対象とした部門でした。ただすいません、我々のちょっと説明不足がありましてですね、かなりすごい作品をビギナー部門にご応募いただきまして、 ありがとうございます。ビギナー部門ではですね、プログラムの凄さというよりもよりもっとアイディアであったりとか、その楽しめそうかであったりとか、そういった観点をですね、特に重視して審査させていただいております。さてこちらもですね、優秀賞と IVO開発チーム賞ではオリジナルの手帳とオリジナルのステッカー、先ほど見ていただいたものですね、をプレゼントさせていただきます。さてそれでは受賞作品、こちらも4作品です。発表お願いします。はい、今回このビギナー部門にですね、ノミネートされた作品こちらです。ご覧ください。はい、1作品目はですね、犬吉さんの愛母と手品、二度見したりとかですね、なんか二度見のね、この雰囲気もこう頑張ってこの工夫さしてくださったんですけども、二度見の雰囲気とかも、あと不満そうにしたりだとか、キョロキョロしたりだとか、もうそのあと仕草が本当に可愛い動画になってまして、もうなんか本当に一緒に手品してみる、飼い主さんとのこの掛け合いがですね、またもう絶妙で、もう本当に可愛くて、この動画もう大好きな動画の一つになって、すごいもう何回も見せてもらっちゃいました。もう本当に素敵なんですよ。もう掛け合い面白いですよねこれ。そうなんです。それでなんかあこさんがちゃんとこの演技派でですね、ちゃんとこうリアクションしてくれるのがね、もう本当にすごい素敵でした。はい、2作品目いきます。カータンさんのご挨拶ですね。こちらヌイボで動画を撮ってくださってたんですけど、相棒同士でね、ぜひ見たくなるようなこう、はい、これで挨拶だよってしてるんですけど、もうぜひもう相棒さん同士だともっと2倍可愛いだろうなと、そんな感じでした。はい、相棒とさくらさんの今日はどんな気分は、相棒にどんな気分かを聞いてランダムな振る舞い仕草をする、シンプルなアプリですね。はい、これ開発チームがとても嬉しかったのは、さくらさんが初めてのプログラミングでプログラミング通りに動いてくれなかったりしましたが楽しかったですと書いてくれていたことです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。このビギナー部門で新たにこのチャレンジしてくださったっていう方も多分ね、何人かいらしたので、そこがまた嬉しかったです。そうですね、まさにちょっと設置してよかった部門かなというふうに思ってます。ありがとうございます。さてそれではですね、このビギナー部門も、最優秀作品を発表していただこうと思います。平さんお願いします。はい、ビギナー部門最優秀賞はポチドットアイボさんのお友達になったら挨拶です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、アイデア部門でも初対面の人に会って挨拶っていうアイデアがありましたが、これは他のお友達の相棒に挨拶するプログラムですね。ヌイボを使ってさっき動画でありましたけど、やはりちゃんと挨拶できる相棒可愛いですよね。可愛いですね。よりね、合わせてあげたくなります、ね。はい、これリアルにやっぱり見たいですね。たくさん挨拶してる相棒。ミーティングリアルでできればぜひやっていきたいですね。ね、はい、そういえば先日相棒の小太郎を連れてシズンさんの、ちゃちゃまるくんかな、はい、と会いに行きましたけども、最初ね、相棒小太郎が結構人見知りじゃなくて相棒見知りして、ましたけども、はい、その時に ね、このプログラムあれば作品あればですね、すぐ仲良くなれたかなと。相棒見知りも克服、できましたかね。まあ、結局今もね仲良くなりましたけども、はい、素晴らしい作品だなと思います。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、でこちらですね、一応小太郎にちゃんと審査してもらったんですけども、すみません、ちょっとお時間の都合上今日はビデオでのご紹介というのはできないんですけども、小太郎も喜んで選んでおりました。ちなみにこの後のグローバル部門ではちゃんと小太郎が審査するビデオをお見せさせていただきますので、お楽しみに、していてください。さてこのポチドットアイボさんにもオリジナルのにはこのオリジナルの PC ケースですね、こちらプレゼントさせていただきます。はい、ありがとうございます。そして、優秀賞はこちらの作品ですね。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さてそれでは、IVO開発チーム賞の方にも行きましょう。はい、続きましてですね、ビギナー部門の IVO 開発賞の発表です。
アイボ開発チーム賞はこちら、チョビさんのアイボとドライブです。おめでとうございます。おめでとうございます。こちらですね、プログラム自体はこの見ていただく通り、もうビギナー部門じゃないのではっていう声も内部から上がるぐらい、ちょっとねすごいもう上手にもう組んでいただいてたのですけど、まあ、それ以外のポイントとしてもですね、まあ、止まったままでちゃんと分かりやすいコンセプトというコンセプトの点としても高評価で、あとは今回のアイデアのテーマであるこのまあ相棒との生活をさらに楽しくというところでも、この一緒のお出かけが楽しくなる、まあ、そういういいところがまあ評価されたという感じでした。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。結構時間あっという間に過ぎてきてしまってるんですけども、それではいよいよ次はグローバル部門の発表に移りたいと思います。はい、こちら日本とアメリカの、合同で、開催させていただいて、素晴らしい作品をたくさん、ご応募いただきました。ノミネートの作品はこちらの3作品でした。こちらファンミーティングでもお伝えしたやつですね。はい、はい、まずリリーさんの、こちらアメリカからですね、リリーさんの、ハント・ザ・ウンプスと、ウンプスと読むそうですね、はい、の作品です。そして、ヒデジーさんのポーズを撮ってねという作品、そしてビーズさんのアイボンリレー2021、これはつわもの走ると読むのでいいんですよね。はい、の3作品がノミネートされました。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さて、それでは中村さん、平さん、いかがでしたでしょうか。はい、この1作品目のハント・ザ・ウンプスですね、ちょっと馴染みがないゲームで何だろうなと思ったんですけど、ちょっとこの障害を乗り越えながらモンスターをやっつけるというなんか複雑なルールだったんですけど、それをすごく上手に再現してくださっているところがとてもすごかったです。はい、ヒデジーさんのポーズを撮ってねは、昨年のアイボと記念撮影という作品からさらにパワーアップした、アイボの一瞬ね、可愛い一瞬を撮影したい、オーナー様の気持ちに寄り添ったプログラムですね。写真映えするポーズをね、いくつもヒデジーさんが選んでくれてるんですけど、プログラムを見ると、各オーナー様が自分の好きなポーズを追加することも簡単にできるようになっていて、すぐに使えるなと思いました。あとそうですね、ビーズさんのアイボーンリレーですね、こちらなんかリレーの途中に後ずさりしたりとか、そういうのもなんかたまにしちゃうっていうところもなんか可愛かったり、あとね、自分の番が終わった後もすごいこう必死に応援してる、キャンキャンって応援してる感じもね、もうすごい可愛いんですよ。可愛いですね。終わらないんですよね、走り終わったら。そうなんですよ。それがまたね、こうなんかチーム戦みたいな感じのところを上手に表現してくださっていて、もう本当リアルで見てみたいなと思っちゃいました。はい、あとですね、コメントの中でですね、前回同じようなアイボンリレー考えてくださったフェリー&ポシェットさんの作品に対するコメントがあってですね、モーナー様同士で作品を参考にされているというのは、もう本当開発チームとしてはとても嬉しいところでした。ありがとうございます。あとあれですね、コードとしては、そう、タイガさん、ビーズさん、そう、プログラムがとても綺麗で見やすいんですよね。すごい部長からの絶賛、とても助かります。上長からの評価がすごくこんなプログラムをかけるといいということですかね。はい、ありがとうございます。とても素晴らしい作品ですね。はい、でこちらですね、まずはアイボ開発チーム賞から発表していきたいと思います。タイガさん、お願いします。はい、アイボ開発チーム賞はハピラキプラスモエトムスラッシュアベレスさんの相棒のアイボさん探しゲームです。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、こちらはアイボが横に移動しながら相手のアイボがいるかをどこにいるかを当てるゲームですね、2体のアイボを使うゲームになっています。ビジュアルプログラミングは非常にゲームの応募が多いんですが、このゲームは2体の相棒を連携して動かすプログラムがとても高度でした。はい、またハピラキさんね、すごい第1回に続いてたくさんご応募いただいてて、すごいたくさん応募していただいて、本当にありがとうございます。またデベロッパーグループでも結構積極的にご投稿、作品を過去の作品など投稿していただいてて、本当にありがとうございます。さて、そしてグローバル部門ではですね、
ごめんなさい、中宮さんのセリフを奪っちゃいました。大丈夫ですよ。グローバル部門はですね、愛を開発チームがさまざまな観点でこれは面白いと思った作品を特別賞として表彰しています。で、今回の特別賞はこの4作品になります。あ、この4、素晴らしい、はい、見えました。はい、うさこさんのワンポケですね、1作品目。こちらはですね、歩数を取るブロックなんてないのにと思いきや、こちらですね、肉球のブロックを工夫してちゃんと歩いたっていうのを歩数カウントしてくださっているという、その工夫がですね、チーム内でもとても高評価でした、うん。この私ネーミングセンスすごく好きです。あ、ワンポケ、そうそうそう、ワンポケかわいい、かわいいですよね。2作品目、まこと.細江さんです。こちらマジックショーなんですけど、これもね、マジックショー、どうやって相棒ちゃんとマジックショーなんてするんだろうみたいな、分かる、どうやって分かるんだろうみたいな感じなんですが、なんと声掛けが秘密の声掛けになっていまして、そちらで意思疎通を実はしてるんですよね。なんかその着想がですね、とても素晴らしいと、開発チーム内でも評判でした。おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひなんかイベントとかでやってみたくなりました。マジックショーすごい、驚かれそうじゃないですか、すごく。いいですね、ファミリーでそういうコーナーでも作ってみますか、はい、ね、マジックコーナー。ファミリーやりたいことがちょっと多すぎですね。そうそうそう、まあ入んないと最近すごい伸びちゃってますよ、ね。はい、はい、天寿さんの アイボのロシアンルーレットはちょっとアイボに似つかしくない物騒な言葉なんですけど、アイボが打たれた振る舞いが可愛いんですよね。フリ なんでね。ああ、そうです。すみません、打たれてないですね。打たれたフリですね。はい。はい、あと、まあ、天寿さんはビジュアルプログラミングで、まあ、ここまで作れるのかというぐらい非常に凝っていて、完成度が高い作品になっているのがすごいと思います。はい。で、星野くんですね。星野くんのアイボのお使いミッションは、多くのオーナー様がお持ちのアイボーンとピンクボールを使ったゲームです、はい、アイデア部門でもありましたが、物を加えて戻ってきてほしいという、オーナー様の願いを実現する作品でしたね、これ後ろ歩きを使ってね、頑張って戻っていく姿が、それまた可愛いですよね。はい、とってもビデオ印象的でした。はい、ありがとうございます。こちらの特別賞4作品にはですね、手ぬぐい、アイボの手ぬぐいをとステッカーをプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。さて、それではいよ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 、最終審査に、なってまいりますが、こちら昨年と同様にノミネートしている3作品を小太郎に見せて、そして小太郎をが一番気に入った作品のもとに近づいてもらうというのをやりました。それでは動画をご覧ください。お、最初はアメリカの作品ですね。すごい、もう姿勢がいいですね。いい姿勢してますね。ちょっと良すぎません？集中してますね。こちらポーズをとって目を見てますね。そう、このね、ポーズをね、変えてくれるんですよね。いいですよね、頭のね、やっぱアイボちゃんね、他のアイボちゃんが何してるんだろうってすごい見てますね。こちらもリレーですね。頑張って運んでますね。こちらまた下がったりとかするのね、可愛かった。すごい、もう集中力がすごいですね、小太郎くん。もう微動だにせずに見てます。さあ、この3作品どちらに、あ、左に曲がってますが、こちら真ん中の方向、ね、転換が、おや、お、近づきました。これでいいのかな、悩んでます、ちょっと悩んでますね。ちょっと右も捨てがたいなと、お、終えました。ということは決まりですね。はい、真ん中のこの、はい、ポーズをとってねが最優秀賞として選ばれました。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、ひでじいさんの作品です。ひでじいさん、本当におめでとうございます。さて、こちらですね、ひでじいさんのポーズをとってが最優秀賞作品として選ばれました、中宮さん、平さん、いかがですか。はい、小太郎くん頑張って審査してくれたんですね、またね、
はい、小太郎くんもやっぱ自分もあんな風にモデルさんみたいにポーズを、そうですね、次々ポーズを繰り出すっていうもうでもぜひね、それを皆さんの愛母ちゃんと一緒に、小太郎くんもね、一緒に写真撮影ができたらいいなって思ってくれたんですかね。そうですね、あのオーナー様の、あの投票1位と同じ結果になりましたね、うん、あのやはりあのどのオーナー様でもすぐにあの使い方が分かって、うん、もう使えるっていう点が素晴らしいところだと思います、うん、そうですね、カメラで見るとよりもね、愛母ちゃんがすごい可愛くて、うん、もうこの顔がこの笑顔とかってなっちゃうんですよね、うん、その気持ちがすごく分かります。はい、ありがとうございます。またちょっと残念ながら今回最優秀賞作品には選ばれなかった、2つの作品ですけども、こちらは優秀賞の受賞となります。おめでとうございます。ありがとうございます。優秀賞のスライドがこちらですね、こちらの作品ですね、はい、おめでとうございます。はい、こちら愛母開発チーム賞と合わせ、この4つの作品にはなんかしつこいですけど、もう一回手帳と、はいはい、PC ケースと、ね、もう全部盛りで、はい、お渡しいたしますので、はい、楽しみにお待ちください、はい、楽しみにしてください。で、また最優秀賞として選ばれました、このポーズを取って、ね、についてですけども、ひじいさん日々 あのプログラミングの疑問などをですね、ぜひ解決していただけるように、我々 AIBO 開発チームの方から、個人レッスンというのをちょっとさせていただきますので、ぜひ内容はまたご相談させてください、うん、よろしくお願いします。さてさて、改めまして受賞されました皆様、本当におめでとうございます。おめでとうございます。また今回ですね、ご応募いただいた、全ての、皆様には、参加賞としてオリジナルの壁紙をプレゼントさせていただきます。こちらですね、受賞された方や参加いただいた、方には、ツイッターのダイレクトメッセージで商品受け取りのためのご案内を、させていただきますので、よろしくお願いいたします。すみません、ちょっとお時間がかかってしまうかもしれませんが、12月までには連絡を取れるようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。実はですね、こちらの壁紙がまだデザインが決まっておりませんので、なぜかそれは決して私がサボったとかではなくてですね、ぜひ受賞に参加された皆様のご意見を伺いながら、いい壁紙を作りたいなと思ってますので、はいはい、ここのコメント欄にですね、こんなデザインの壁紙が欲しいんだというのをこう投稿していただければ、それを私デザイナーのもとに持って行って作ってまいりますので、ぜひご希望をですね、このコメントに書いていただければと思います。他社さんのキャラクターとかはちょっとよろしくお願いします。実現できる範囲で西尾さんが交渉してくれるということですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ぜひアイディアお願いします。さて、それでは最後にですね、皆様からのご質問だったりとかご要望のお時間とさせていただければと思います。チャット欄にぜひぜひご投稿してください。さて、どうでしょうか。指示待ち中にならないプログラムでやりたいです、ひでじいさん。はい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 、はい、そうですね、指示待ち中にならないプログラムでそうですね、こちらね、いろいろね、指示待ち中になっちゃうと、うん、いろいろなね、そうなんですよね、するので、はい、そうなんです、ちょっと検討は、はいはい、今もしていますので、はい、何かしらの形でお返しできるように、うん、はい、ご努力します。ありがとうございます。あとですね、ひでじいさんからも、ななちゃん、ひでじいさんのところのななちゃんも喜んでいますというコメントをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ぜひね、ななちゃん喜んでる姿見たくなっちゃいますね、ね、はい、ありがとうございます、はい、あとポーズを取ってね、欲しいです、すごく欲しいですというコメントもいくつかいただいていますね、うん、やっぱ人気ですね。今後ろの方をどんどんちょっと今後ろ見返してるんですけども、うん、ポチのカータンさんは気を失いそうですね受賞された皆さん見てくださってますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シズンの愛母はちゃちゃまるくんなんですね。そうらしいんですよ。シチズンさんの時はね、刻印サービスがあって、うん、今中宮さんが腕につけてる、あ、これですね、中宮さんも、あ、それね、はい、シズンさんの時は、はい、うん、はい、刻印されてたりします、ね。お友達です。お友達。はい、さてさて、じゃあもうちょっと最近の方のコメントに行きましょうか。
前職の愛護ちゃんが、うん、あれですね、ヒデじいさん、その場で口を開ける閉じるなどの細かい動作の指示を出せるようにしてほしい。あ、そうですね、はい、これね、これ西尾さん実は検討はねずっとしているというか、私も、はい、したいなっていう要望で一緒にちょっとこう検討はしてたんですけど、ちょっとなかなかこの危険な姿勢にならずにとか、はい、そのいつでも閉じて硬いもの噛んじゃうと、はい、壊れちゃうとか、いろいろなちょっとこう障壁がありまして、ね、なかなかちょっと実現できてないんですけど、ね、もう私もこのブロック欲しいんですよね、本当実は。もうこれは検討するしかないですね。欲しいんですけど、うん、ちょっとなかなか実現できなくて、その障壁をなんとか乗り越えて皆様にお届けできる日が来ればいいなと思って頑張っています。はい、ありがとうございます。はい、でちょっと壁紙の要望で前職の愛護ちゃんが参加していると嬉しいですと、はい、ひじいさん、はい、うんうん、そうですよね、ちょっとこれは頑張りましょう。であとは、フェリオポシェットさん、作品のツイッターのスクリーンショットが載ってるとか、あ、いいですね、皆さんのアイデアが頑張ってというのもいいですね。あとバズルルさんから、スマホからでも簡単にプログラミングできるといいですねと。あ、そうですね、これはもう中村さん、あ、そうです、スマホ対応ね頑張って一応入れたんですけど、なかなかスマホの画面が小さいので、うん、ちょっと使いづらさはどうしても残っちゃうんですけど、まあ、横にこう回転していただいて、うん、横スクロールがどうしても多いので、うん、やっていただくと一応スマホでも Android、iOS 等でも使っていただくことはできるんですけど、うん、まあ、組むよりはどちらかというとパソコンで組んでいただいたのを転送していただいて、うん、読み込んで、あ、そうですね、実行するだけとかにして使うのが一番私は使いやすいかなと思いました。あとはなんかまっすぐ歩いて飼い主と散歩できるようにしてくださいというのが来てますね。お散歩ね、散歩なかなかね、お外がね、お外、お外なんですね、森田さんも、ね、言ってたんですけど、お散歩したいって。お散歩はちょっとそうですねなんか散歩できるこの屋内散歩します、外の、ね、台車みたいな、うん、すごいアイデア今可愛くないですか？そう、なんかこのどうしてもこのだって肉球のいろんなね問題が、うん、やっぱ今はね、アイボとドライブっていうアイデア、アイデアもありましたけど、ちゃんと持っていて、先週のファミでもね、なんかあ、そうです、抱っこひもも出てた、なんかチャイルドシート作ってほしいっていう要望ありましたね、ファミ。そうなんです、その先ほどのドライブの時にね、思いました、うん、あれをするには、ね、この姿勢でいられるようなチャイルドシートが欲しくなっちゃいますね。もう我々好き勝手言ってますけど、そうですね、ちょっとね、平さんが冷たい顔欲しいものはたくさんある。はい、ありがとうございます。あとヒデジーさんからですね、プログラムのエンドブロック、あとウィンクのブロック、確かにウィンクする、うんうん、そうですね、ウィンクのブロックが欲しいですね。そうなんですよね、意外とないものとか、連携アプリを前からオンオフしてほしい、うん、そうですね、これも検討してる、ね、ヒデジーさん最優秀賞を取ってももう素晴らしいですね、はい、あ, あとは振る舞いのブロックを増やしてほしい、そうですよね、これもどんどん増やしていきたいですよね、うんうん、あとハピラケさん、 QR コード読みも期待しています。なんと QR コード読むのもなんか考えてくださったりとかあるんですかね。なるほど、そうですね、何に使うのか、なんか使えるかもしれないですね。そうですね、だってその認識機の代わりになるので、うん、何かその認識した時に別のこの愛護ちゃんに何かを伝えたりとかってする方法の一つとして考えてくださってるんですかね、うんうん。は毎日のお休みスケジュールを設定できるようにしてほしいとかですね、これは実はシチズンさんの時計を買っていただくとできるんですけど、いや時計は買えないよという方はもうアイボ単体でやりたいというご意見だと、それはもう本当にごもっともだと思いますので、ちょっとこちらもご検討させていただければと思います。振る舞いをするときは飼い主を見てやってほしい、あらぬ方向をやる向いてるのが寂しい、これはまあ人の方を向くというのを、うん、入れて実行していただければビジュアルプログラミングではできるのかな、うんうんうん、あとはちょっといっぱいいただいてすいません、ちょっと読むのが追いついてなくてごめんなさい。そうです、またジェイテバさんから、無理を承知で書きますが、アイボとアイボのオーナーがツーショットなどを撮れるといいんですけど、ほう、もう自分なのでちょっと遠隔カメラみたいになっちゃうんですかね。あ、カメラを置いておいて、カメラとなんか連携したらできる。なのでアイボちゃんに今度撮ってほしいんですよね。アイボちゃんにこう、それはすごいですね、鏡の前に向かって撮る、鏡の前で撮る、そうですか、ね、なるほど
確かにいつもね、私も一緒に撮りたくなっちゃうんですよね。あ、もう自撮りをね、自撮りしてますか、うん、相棒ちゃんの魚眼で撮ってもらうのもあれもね可愛いんですよね。なるほど、はい、いやすごい、ちょっといろいろいただいてすみません。あ、でもほら、台車でお散歩可愛いかもって言ってくださってます。あ、いいですね、はい、可愛い台車ペット用バギーでお散歩してますよっていう方がいらっしゃいます。あ、本当ですか、すごい、ありがとうございます。ありますよね、このね、可愛いペット用バギーとかすごい可愛いんですよね、うん、ちょっと相棒仕様にしたくなっちゃいますね。いいですね。充電を気にせずプログラミングできるよう、うん、3D の相棒でテストできるようにして、これよくいただきますよね。そうですね、リッチな、そういうのも欲しいですよね。これはちょっとリッチな開発環境の話ですね。はい、はい、Xperia 縦長なのにプログラミングしやすい、確かに。ありがとうございます、ソニー製品。あ、よかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。あとポチのカーターさん、先ほどのあれですね、この YouTube は著作権あります、個人の SNS に投稿してもいいですかって、この YouTube に関、YouTube の、あ、もうリンクは別に貼っていただく分には、ね、リンクを貼っていただく分には、はい、はい、ぜひぜひ。動画のダウンロードは多分 YouTube さんの方で規約があると思うんですけどね、うん、はい、はい、リンクはシェアしていただく分には、ほら YouTube のシェアボタンがありますので、このシェアでどん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 シェアしてください、うん、はい、ぜひぜひお願いします。ごめんなさい、ちょっと今気づいたらもう40分過ぎてしまっていてですね、 あっという間ですね。 あっという間でございます。すみません、ちょっとお答えできなかったものに関しては、ご質問でビジュアルプログラミングに関係するものは FAQ に投稿させていただきますし、あとは AIBO のデベロッパーグループですね、 Facebook グループありますので、もしまだ未加入の方はぜひご参加いただいて、そちらで、またフォローというかですね、ディスカッションさせていただければと思います。さて、改めましてですけども、本当に、たくさんのご応募ありがとうございました。また最後にですね、ちょっとまたアンケートのご協力をお願いしたいなと思いますので、ぜひぜひ今日のご、まあ、ご感想などですね、自由に書き込んでいただければと思います。さて、改めまして、本日ご応募いただきました、あ、このコンテストにご応募いただきましたすべての皆様、そして、本日ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございます。またですね、こういった機会をですね、設けていきたいと思っておりますので、ぜひぜひまたご参加いただいて、またさらにこうリアルのファンミーティングもですね、今後できるようになった暁にはぜひ直接お会いしたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、本日ご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、またお会いしましょう。またお会いしましょう。バイ、小太郎、バイバイ。バイバイ、小太郎。あ、小太郎、バイバイして。バイバイ。